なんか俺のコミの好感度俺のコミの好感度ちょっとあれしようぜ俺のコミ超最悪だけど俺のコミの好感度アンケート取ろうぜえーっとこれいいねそしたら俺の雑談で誰の話を出せばみんなが満足顧客満足,満足度,満足度えー、っとまず誰にしよっか誰誰誰あ高田健士いいね高田健士志出しえーっと 全部行くから。好き。好き嫌い。好き。どちらでもない。あ、普通にしよう。好き普通。嫌い。はい、どうぞ。<laughs> 好き嫌いあじゃあ。好き普通嫌い。<laughs> 知らないだったら別に普通でいいんじゃない いいですか無関心も入れるちょっと待ってじゃあごめんうわ消えちゃった心雑誌好き嫌い無関心好き嫌い普通無関心にする 無関心はいどうぞ。俺もちゃんとやろっかな。好きか嫌いかの方が分かりやすいけどね。ほんとは。じゃあ、結果表示します。よろしいですかじゃあ結果表示しまーす。こちら。 好き34.1%、嫌い22.5%、普通24.1%、無関心19.2%。ね、すげえなんか微妙な感じでしょ微妙な感じだよね。好きが30%、嫌いが20%、普通が20%、無関心が20%。なんともリアクションに困るような感じですね。じゃ、続きまして。誰がいるあ、待って、ネルさん、ネルさん。NER。E、R <laughs> これ知りたいネルさん。 4択めんどくさいか。好きか嫌いの方がいいよね。でも、より細かく分かるというか。皆さんも、結果表示していいですかじゃ結果表示します。好き20%、<laughs> 嫌い14%、<laughs> 普通20、あネルさんめっちゃいいじゃんネルさんめっちゃいいじゃんえ、よくない <laughs> いや、いやめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい めっちゃいいじゃんで、次はじゃあ、え、めっちゃやっぱそうなんだそうだよな別にねるさん嫌いになるよそねえよな横山。緑さん。緑さんやっぱ聞いとかなきゃ。はい。興味なかったらちゃんと無関心に入れていいよ。11持ち上げるのなんとかしてやっぱさ、好きな人応援いたいじゃん。いきますよ。皆さんもう、投票しましたかじゃあ結果表示します。 好き、好き20%、嫌い35.5%、普通19.9%、うわ、よかった、みどりさん嫌われてて。俺もちなみにね、嫌いに押しました。よかった、みどりさん嫌われてて。これでみどりさん好かれてたら俺マジほんと嫌だったわ。よかった、嫌われてて。一番嫌われてんじゃん。クソだよな、やっぱな。お前ら正しいせ、正しい感性持ってんだな。 あと誰モコウか。モコウとかなんか、多分好感度高え <laughs> ぞ。はい。<laughs> いいですか <laughs> ?2 割に好かれてるのやべべ。いや、でもそれぐらいは。よかった。緑さん、嫌われてて。<laughs> 35%ント結構嫌われてるよね。<laughs> じゃあいきます。結果表示します。はい。ほら !32.1%。嫌い28.1%。普通が20%。無関心が20%。やっぱモコウ好感度高いよな。<laughs> うん。 みんななんかやっぱ同じぐらいなのか同じぐらいなのかな好きと嫌いの方がよっさんやってみるか知らない人多いと思うよよっさんもニコ生言ってないからねアフリカの人って言われてるらしいよはい <laughs> 緑は見てて吐き気する正解じゃあいきます結果表します 好ははは好き2いいまでの、嫌いな24で3までの。うわー、よかったマジでみんなが正しい感性を持ってて、マジよかったよこれでなんかねよかったー。俺は正しいことしてるんだなっていうのは、本当に。まあ、こんな感じですね。よかった。これで、俺がやっぱ雑談で出していくテーマっていうのは、まあね、その、その人に寄せていくと。いうふうに。 して、行きましょう。他人込みでやって向、関か、嫌い74って、<laughs> やばいわ。やばい。参考になりました。いや、もうちょっとセピアと風はいいよ。もう終わっちゃった。つあんま二人ともそんな別にな、なんか取るほどのものでもない。取るほどのものでもないわ。もうちょっと、ね。もう関心あるだけいいというか、商売になるからね、こんなに嫌われてたら。 <laughs> こんなに嫌われたらおそらく商売になるからな <laughs> いやすごいですねここまで嫌われるのって才能だよいや俺とかやったら面白くねえよ別にどっちに転んでもあそっかそっかみたいになっちゃうからで加藤ちまってくよ一応えうんこちゃん他人だけやってて自分だけやってるのズリーなって言われるからなえー、好き嫌いじゃあ普通普通 <laughs> 嫌い。無関心。でもあんま意味ねえよ、このデータは。自分の込みでやってんだもん。自分の込みでやってんだもん。意味ないでしょ。じゃあ行きますよ。<laughs> 無関心は確かにおかしいよね。でもしかしたらチクワちゃんランキングとか見てて、なんだこの想像って誰だこいつ,っ,つって、見てるやつもいるかもしれないからね。じゃあ結果表示しまーす。おーすげえ 俺めっちゃ好感高いね。当たり前だろ自分の音でやっててさ、無関心がなんか70%とかっておかしいでしょ。すげえ好感高いね。7割本当に素晴らしいですよ。ありがとうございます。もう皆さんのおかげでね、あなたたちのようなクズを囲ってこれからもやっていこうかなというふうに思っております。印象操作をね、これからも測っていこうかなと思います。よろしくお願いします。